例えばプライベートの時あるじゃないですか、はい、で半袖でいたいんだけどもみっともないからやめなさいと奥さんに怒られるので小野沢さんも上着などは羽られていますか？まだですか？まだですね。まだですか？これが上着なの。あ、それが上着。この下は半袖です。半袖なんですか今日、はい、半袖だってちょうどいいんじゃない、まあ、普通じゃないんでね、ごめんなさい普通じゃないって言い方すると変だけどさすがに長袖かと思っていましたけれども。半袖ですよ。あれ、あそこに揃われてる時半袖なんですか？半袖でした。あれ気づかなかったなそうでしたっけ、はい、本当ですか？本当ですよ。本当本当。じゃあ後でチラッと見ておきますけれども、はい、はい、分かりました。長袖になる予定は今月はまだですか？まだですね。うん、最高気温が一桁になればさすがにね。あ、そうなんですね、うん、野沢さんって千葉とかの最低気温、はい、最高気温が一桁台って言うと1月とかになっちゃうんだ。そう、ただもう一つ、はい、別の事情もあって、はい、例えばプライベートの時あるじゃないですか、はい、で半袖でいたいんだけどもみっともないからやめなさいと奥さんに怒られるのでなんかあれですよね、小学校に一人二人いますよね、うん、冬でも半袖の。ほぼ一緒ですね。小学校の5年生の時は半袖でいつまでいけるかということでチャレンジしておかれます、ね。あ、そうなんです、はい、あ、そういうタイプでいらっしゃったんですね。わ、はい、かりましたね。その、ね、ジャケットの下は半袖ということで体強いですね強いんですよ、はい、きっと。結構私寒がりなので信じられません。はい、はい皆さんもね、ぜひおカラーに合わせて調節を、ね、していただきたいと思います。宇野沢さん、ありがとうございました、はい、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますちょっと赤い、なんか恥ずかしがってるみたいに見えますよね。あ、ただ暑いだけです